今、YouTuber の間で話題の Wi-Fi ルーターのレンタルサービスですけれどもね、えー、私も月額料金が安いのとデータ容量が大きくてなおかつ縛りがないということでね、えー、利用させてもらってます、えー。なんですけれどもね、やっぱりこのルーター自体が、まあ、自分の持ち物ではなくレンタルするものなので壊してしまった時が結構心配ですよね。で、 えー、レンタルルーター各社の方では、このルーターをね、まあ保証するサービスっていうのをやってるんだけれども、やっぱりね、月額料金の方がちょっとお高め。なので、こんな便利なものが出てきました。それがね、これです。楽天の超簡単保険レンタル品サポートプランと呼ばれるものなんですね。えー、これはどんなものかと言ったらですね、非常にユニークで、はい。 国内において他人から預かったものや、レンタル品の破損による持ち主への損害賠償責任を保償というもので、紛失とか盗難にも対応して、1回の事故につき、えっ、ー、とね、最大で30万まで保証するというものです。えー、これはね、充実コースの場合なんですけれどもね。これがね、 友人から借りたカメラを落としてしまった場合とか、レンタル DVD を壊してしまった場合とか、借りたバッグを盗難されてしまったとか、借りたコートを破いたとか、あこういったものをね、保証するんですよ。だから、単に、まあ、ルーター1個だけじゃなくてですね、えー、この他、いろんなものをね、サポートしてくれるわけですよ。しかも、月額料金がめっちゃ安い。ちゃ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 。 これね、年払いのコースで、1600円。そしてね、節、あ、これね、ごめんなさい、節約型ね、節約型のね、年払いでね、はい。で、えー、っとね、月額だったらね、140円でいいんですよ。特にね、まあ、レンタルルーターの場合は、まあ、月契約される方が多いと思うんだけど、まあ、その場合だったらね、年払いよりも月払いの方が得なのかなと。で、まあ、そうでなくてもね、 あの、他にもいろんな保証がついでに効くので、まあ、そのまま継続してもいいのかなと思った次第です。こちらのね、ページ、あの、詳しくは、あ動画の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、気になる方、チェックしてみてください。特にね、ガジェット好きの方、こういうね、レンタルルーター借りてる方多いと思うので、えー、これに入られてね、月額の通信費をお安くすることも可能です。 はい。でね、先ほどね、まあ、保証の金額に言ってましたけども、まあ、3つのコースがありまして、節約コース、標準コース、充実コースっていうのがあってね、僕はこの節約コースの月払いで契約しました。月額140円。保証はですね、最大10万円になってますね。はい。標準コースだと、年払いで2260円、月210円。で、これね、えっと、ブプソンの保証が20万円に増えるということです。一番上が充実コースで、 年払いで2790円、月で250円で、えっ、ー、と、物損の最大の保証金額が30万円ということになっております。はい。えー、気になる方あ、チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、サトチュンチャンネルでした。